では始めさせていただきたいと思います。まあ、時間にして3、40分ぐらいで済むような内容なんですけども、しばらくお付き合いください。テーマが認知症における他者との出会いについてということです。この他者性というテーマは実は私がずっと考えているテーマなんですけども、その発端は、回生障害における他者性という問題でした。で、ですから最初にこのテーマを、に興味を持つようになったきっかけとなった回生障害のにおける他者ということでちょっとお話を、10分ぐらいしたいと思いますが、この内容は、いろんなところで、去年、発表したことなので、皆さんの中にはもう何度も聞いている話だというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。で、それから、まあ、乖離を離れた一般的な心理症における他者の問題というテーマに、広げていきたいと思います。私のもとには、回生障害、その中でも回生同一性障害、昔多重人格と言われていましたけども、その方々が、よくいらっしゃいます。で、この回生同一性障害というのは長い名前なので、頭文字を取って DID という習わしがあります。で、DID というのをこれから読んでいきたいと思います。臨床的な場面を考えていただいて、あるクライアントさん、まあ、今日、このお話をお聞きになっている方の中には、認知症に携わっていらっしゃる方が多いと思いますので、ちょっとイメージしていただきたいんですけども、皆さんのもとに ある患者さん A さんが通ってこられます。で、その方が、回生障害を持っているということは知らないということが前提としましょう。で、普段は、面接室に A さんとしていらっしゃるんですけども、ある時に、B さんっていらっしゃったっていうことが分かる。まあ、A さんは一番出ている人ということで、外に出ているということなので、まあ、主人格というふうに呼ぶという習わしがあります。で、B さんは時々出ていらっしゃるということですので、副人格とか交代人格とか、そういう呼び方をしていますので、とりあえずそういうような呼び方をいたします。で、このようなことが認証で起きた場合、皆さんは、どのような反応をなさるかということなんですね。おそらく DID の方に、実際に出会ったことがない方は、交代人格さん、B さんといっても、まあ、おそらく A さんの双子の片割れのような感じで、どこか仕草とか性格とか、ものの感じ方が似ているんじゃないかというふうに、漠然と想像なさるかもしれない。私も、随分前に DID を有する方に出会った経験を持つ前までは、漠然とするように思っていたんですね。ところが実際に、そういう方々とお会いすると、B さんと、あるいは C さん、D さんとお会いしても、かなり主人格の A さんとは異なった、かなり異なっているか、全く別の人であるというふうな体験を持つようになったんです。で、そこに不自然なところだとか、演技をしているという要素は、特に感じないんですね。で、どの人格さんとお会いしてても、自然な形である人と会ってるという印象を持つわけです。で、まあ、それぞれ持っている記憶も違うし、名前も違うし、性別も違う。で、違う人生観を持っている。表情の作り方も違う。で、どうしてこんな不思議なことが起きるんだろう。で、私の中には、今でもちょっと信じられないところがあるんですね。で、おそらく、私が生きていく中で、一番驚いた、不思議に思ったのは、DID の方、DID を有する方との出会いだったわけです。ですから、回生障害における他者の問題といっても、決して、哲学的なお話をしようとしているんではなくて、非常に単純な技術なんですね。で、それは、交代人格はお互いに他者同士であるということです。で、お互いに別々の人なんだと割り切ることで、まあ、いろいろなことが納得がいくということが分かったんですね。例えば、A さんは、典型的な、文系で、数学が苦手、物理が苦手という方だとしますと、B さんはむしろ理系で、
数学が得意という場合もあるんですね。そうすると、教科によって、例えば試験を受けるとき、教科によって人格差が入れ替わるみたいなこともある。あるいは A さんは、歌手、歌い手さんで、B さんは歌が下手だ、ということがあります。あるいは A さんは運転ができないから、車に乗ったら自然に、運転のできる B さんに変わってしまう、ということもある。ですから、そういう意味で、人格さんはみんな他者なんだ。ですから、そうすると A さんの面接をしているところに B さんが現れた場合には A さんと別の人として B さんとして接する以外に選択肢がないということになります。ただし、DID の患者さんに出会った精神科医とか心理さんが同じように反応するかというとそうではない。私の話を聞いて、になっている方々、はおそらく二つのグループに分かれるのではないかというふうに思います。一つはB さんに会った場合、私が B さんです、私が B と言いますとい いうふうにおっしゃる方に会ったとき、いつも A さんなのね。その場合に一つの会い方は、そうですか。でも私は A さんとこれまで会ってきました。ですから私はあなたを A さんと考えます。これが一つの対応の仕方です。で、もう一つは B さんを B さんとして受け入れる立場で、ああ、B さんなんですね、ということは、ひょっとして私は初めましてということになるんでしょうか、というの反応になる。で、この2の、反応にはバリエーションがいろいろあって、すいません、私の心の準備ができていないんですけども、これまで DID の方に会ったことはないんですけども、あなたはいつもの A さんではないんですねっていうことは B さんとしてお話しするんでよろしいですねという方もいらっしゃるでしょう。まあでもこの3番目の反応は一応省略しておいて、認証化は多くの場合、1番、つまりあくまでも B さんを A さんとして扱うか、あるいは B さんを B さんとして認めるかという2つの選択肢を迫られることになります。で、ここで例えば認証化の方が100人この話を聞いているとしたら、生まれて初めてこの状況に置かれた方の大多数が1番と2番のうち、どうやら1番を選ぶことになる。あるいは1番のような、つまりあなたは B さんとおっしゃるあなたは私は A さんとして扱いますよというようなメッセージを出す。そういう立場を捉える方がかなり多く、おそらく、過半数がそういう対応をなさっているんではないかなと思うんですね。私はどうしてそういうことがわかるかというと、DID の患者さん自身からそのような話を聞くわけですね。例えば B さんが登場した場合に、最初にあなたが外へ出て、精神科の先生とかカウンセラーの先生に会った時に、どんな反応でしたかっていうふうに聞くと、大体私のことを信じてくれなかった。という、答えが返ってくるわけです。ですから、おそらく一番の反応をする認証家の方が、おそらく圧倒的に多いだろう、と思うんですけども、ちょっと、この話にはトリックがあるわけですね。つまり、前の治療者が、あなたは B さんとおっしゃるってことは、B さん、これから私は B さんと会いましょう。よろしくお願いします。というふうに受け入れられた場合は、おそらくその治療者との関係が続いていく可能性があるんですね。ですから、私の元にいらっしゃる、DID の患者さんは、交代人格さんを交代人格さんとして扱ってくれないということをに失望して、そして私のところにいらっしゃるということがあったので、結局そういう方からの話を聞くと、圧倒的に一番の反応が多いなというふうに、思うわけです。ですから、かなりバイアスがかかっているのかもしれない。で、私は、B さんとおっしゃるあなたを、私はあくまでも A さんとみなしますという臨床家の言葉は、非常に共感的でないというふうに、個人的に思います。ただ、これほど共感的でない対応が、日常臨床で、これだけ頻繁に、治療者から患者にこういう言葉をかけられていることは、他にあまり例がないではないかなというふうに思います。でも、まあ、それが現実のようです。次のスライド。
よいしょ、精神科医の杉山敏郎先生がいらっしゃいます。日本の精神科医の主流はこの1の立場、つまり B さんが出てきて取り合、B さんが出てきても取り合わないということだそうです。読みますと、一般の精神科治療の中で多重人格には取り合わないという治療法、これを治療というのだろうか、が主流になっているようにも感じる。だがこれは多重人格形成、多重人格成立の過程から見ると誤った対応と言わざるを得ない。で、実際にこれが本当だとすると非常に残念なことなわけです。というのも、B の人格さんで現れて、でもあなたはあくまでも A さんですよね、という言葉をかけられて、ああ、この先生に分かってもらえたというように感じる会の患者さんはほとんどいらっしゃらないからですね。で、大抵は失望とか怒りを感じて、これまで他の先生から言われてきたことを、ああ、ここでも繰り返されてしまうんだ。もう私はここには来ないことにしようと思うのが普通の反応ですね。あるいはその認証家の言葉をスルーするだけで、もう、この方には会わないようにしようというふうに思うかもしれない。まあ、ですから、私はここまで言いたいのは、交代人格 A と B は他者同士だということなんですけどもね。これにどうしてここまでこだわるかについて、忘れない理由があるんですね。で、それが今日の私の話の中で一番強調したい部分の一つかもしれません。例えば、別人格の B さんが攻撃的だったり、乱暴だったりするとしましょう。そして A さんがある日、治療者に聞くわけですね。前回のセッションとかその前のセッションで、私の別の人格 B さんが出てきたそうです。でも、とても乱暴で攻撃的なことを言ってたというふうに聞きました。ということは、私の中に攻撃性があるということでしょうか。それが別人格として現れたんでしょうか。先生はどうですか。どう思われますか。で、もし A さんと B さんが他者同士ではなくて、結局は同じ人間であるとしたら、乱暴な B さんは A さんが認めることができないような部分、精神分析でいう抑圧された部分を表しているということにもなるわけですね。つまり A さんは B さんの攻撃性についての責任を負っているということもできるでしょう。で、もちろん実際にそのような場合もあると思いますけれども、多くの場合、攻撃的な交代人格は、A さんがかつて受けた暴力や虐待の結果生じたものであるという可能性があるんです。フロイトの同時代人にサンドル・フェレンチという精神分析家がいました。で、彼は攻撃者との同一化という概念について論じていますけれども、過去に出会った攻撃的な人の名残がそっくり患者さんの心の中に詰まるという現象がしばしば。で、ある一人の患者さんのことを思い出すんですけども、彼女は時々別の人格になって、すごく厳しく生徒さんたちを叱りつけるということがあるだそうですね。で、その自分を内側から見ている、観察している部分があるんですけどもね。そうすると、その時はその叱りつける口調が私を小さい頃叱りつけたおじいさんと同じ口調になっているって言うんです。いつの間にかそのおじいさんの人格が入っていて、それが表に現れていて、同じような口調で叱ってるんだというふうにおっしゃるわけです。ですからこれは攻撃者との同一化の一つの例と言っていいでしょう。まあ、そういうふうに考えると、A さんはいわばそのような攻撃ないしは虐待の犠牲者と言えるわけです。で、その A さんに対して、攻撃的な人格 B さんはあなたの一部だ。ということには、そういうふうに言うことには非常に大きな倫理上の問題が生じる可能性があるということを、お分かりいただきたいと思います。まあ、これまでは帰りにおける他者の話ですけれども、もうちょっと一般臨床に、起きる他者の話に、移っていきたいと思います。
私は、解説障害を持っていなくても、私たちは、様々な他者と心の中で出会っているというふうに考えています。それが夢ですね。私は自分の夢を非常に興味深く見た後、感動して午前中そのことを考えてわかりみたいなことがあるんですね。で、ただ夢の中に出てくる私は、私ではないと思うことが多いんですね。で、私の、見る夢の中には、私の昔の体験が断片的に出てくることがありますけども、決して単なる回想ではないんですね。ある時は、これちょっとびっくりしたんですけど、私が尊敬するギャバード先生という、ミニガードさんの先生がいらっしゃいますけども、ある時、数日前ですけど、ギャバード先生が、やんちゃな ADHD の子供になって、散々いたずらをするんですよね。そんなことありえないと思うんだけども、じゃあ、あの夢の中にできたのはギャバード先生が、とても同一人物に思えない。で、そして、それを見ている私自身も、私じゃない、私ではないかと思うことなんですね。例えば、私は、頭にタケコプターをつけた感じで、空を浮遊したことがあります。だから、鳥のように空を飛ぶっていうの、いうことが、どんなことかを知ってるわけですね。ただし、それは私が実際に飛んだっていうことではなくて、夢の中で飛んでるわけです。で、私はもちろん、現実世界で夢、空を飛ぶってことはなかったんですけども、ないんですけど、これまでも。でも、夢の中の私は空を飛んでいて、その時のことを思い出す。ってことは、夢で出会う、私自身も他者ではないかって思うこと。夢の中で私たちは他者になっている。ということを言えるかもしれないです。で、私はこのことについて考えるようになったきっかけが、DID の方の体験と少し似ているんですね。で、ある私の患者さんが夢を報告してくれました。その方は DID ではない方です。ただし、幼児期に、お父さんお母さんに叩かれるっていう体験が非常に多い方でした。で、ある日彼女がすごく心配して、私のもとにやってきました。で、その夢の中では、彼女が見た夢の中では、自分が人を殴る立場に変わっていて、で、人を殴りつけて、快感を覚えてたっていうんですね。で、彼女非常に落ち込んで私に尋ねたんです。これも私でしょうか？私も人を殴って嬉しいと思う部分があるのでしょうか？私は次のように言ったわけです。夢の中で出会う誰かは、本当は正体がわからないんです。あなたであるという、証拠、確証、根拠はないんですよ。つまり私が、お話しているのは仮状態じゃなくても、私たちは自分たちの心の中で他者と遭遇しているということなんですけども、この話は、解性障害を離れて私たちの一般臨床に非常に重要であるということがわかるでしょう。それも同じような文脈なんですね。解性障害、解性同一性障害の患者さんでなくても、私たちは夢の中で多くの他者に出会っている。で、問題はそこで出会う自分という他者をどのように扱うかということです。もしその他者が攻撃的であったりとか、加害的であったりする場合、私たちはそれもあなたの一部ですよという解釈を与えるでしょうか？与えるべきでしょうか？で、先ほどの DID の A さんの別人格 B さんについての議論と同じことが言えるわけです。というのも、夢の内容はしばしば外傷的な出来事のフラッシュバックの形をとって、で、私たちはそこで攻撃者になり変わった自分に出会うことすらあるからです。そういう意味では DID の体験と非常に似ていると私は思います。で、私は、この考えについて、まとめているときに、こういう、次の文章に出会ったんですね。
河合駿先生のコンプレックスと人間という、本をパラパラとめくっていて、河合哲学部に書いてるんですね。夢の中の人物は一体誰なのか。端的に言えば、夢を見た人の何かで、私が残酷な人物 X について夢を見るとき、それは私の中の X を示している。というより、X は私の中に生きているという意味である。私にも残酷な部分があるなぁと考えるのではなく、残酷な人間が生きている、住んでいる。しかもそれは私の支配に屈しない人生を持っているというふうに考えるべきである。ですから、私が残酷であるというよりは、私の中に残酷な人が住んでいる。そしてそれは、どこから来たかというのは、非常に難しいし、おそらくわからないです。つまり私たちの心の世界には、由来がわからない様々な他者が往来しているということでしょう。ですから、荒々しい人格さんを持つ DID の方だったり、夢に荒々しい人格が現れる方の場合に、あなたという心にそういう他者が住んでいるということは言える。ですから、いつか出会う、また出会うこともあるかもしれませんから、そのことは心に留めておきましょう。というふうに言うことができる。で、私はこういうふうに付け加えるのは、それはあなたに残酷なところがあるということでは必ずしもないんですよ。で、この念押しをすることを忘れないようにしておきます。でないと、象徴的な解釈をしてしまうと、あ、それはあなたの中の攻撃性ということになってしまう。これはそうかもしれない。けれども、そうじゃないかもしれない。ここまでの話をざっとまとめますと、こんなところです。DID の患者さんはたくさん、他者を分かりやすい、比較的分かりやすい形で内包している。でもそうでない私たちも、夢の中で常に他者に会っているということですね。で、私たち一人一人の中に他者が住んでいて、おそらく夢の中で毎日出会っているであろうということです。で、もうちょっといろんな話があるんだけども、例えば、私たちの心というのは実は二つの人格によって形成されています。それっていうのは、右脳と左脳は別々に機能している可能性 があるんですよ、みたいな話になっていくんですけども、ちょっと今日は時間の関係で割愛して、次に行きたいと思います。じゃあそもそも他者は何なのか。今日の、お話のテーマ、他者っていうことですけども、まあそれは自分でないものという形でしか定義できないものですね。で、私たちは、自分に由来するものは常に予測され、あるいはこれは自分の由来、自分に由来したものですよ、みたいなタグ付けをされているわけですね。そうすると、それ以外の方が他者になっていくわけです。で、私が自分で肩をポンポンって叩く。全然驚かないんですね。でそれは私たちの小脳が、特に小脳が常に予測をしていて、自分がこれから起こす行動により、肩にはこれから触られますよっていうことを予測して伝えている。手にはこれから肩を触る感触が伝わりますよっていうことを予測して信号を送っているわけですね。ですからこれが自作自演とわかる。で、そうでないと、私が例えばこうやって話してるときに誰かにポンポンって叩かれると、え?ってなるわけで、それは、自分由来のものにはタグをつけて、それ以外のものには、驚く、びっくりする、警戒する。で、そうすることによって、他者からの攻撃、を回避するわけですね。同様のことは、免疫学にも言えるんだけども、例えば私たちは、異物に対しては抗体反応を起こしますけども、私たちの体の組織に対しては異物として攻撃することはないわけなんですけども、それによって自と他を分けているんだけども、決して自然とそうなるんではなくて、
非常に複雑な免疫機構が働いて、自分の体を異物として反応するようなリンパ球を片っ端から殺してしまう、みたいなことをやって、ようやく自分に対しては反応しない。もう、そういうような機構を成立させているというふうに言います。これが、いわゆる免疫学的寛容性と言われている。だから、このように身体、私たちの認知も、自と他をものすごい区別しているんですけども、それはごっちゃになってしまっては生きていけないということなわけですね。ただし、日常生活ではこの他者ということを意識することが非常に少ないわけなんです。心理学でも精神分析学でも、この私が今日お話している他者というものを扱うということは非常に少ないわけです。で、そのことを今日私はお話しているんだけども、どうして心理学とか精神分析で、他者、私が言っている他者を扱うことが少ないかというと、基本的に見えないものなんですね。つまり自分以来というタグがついてないものは、決して知覚できないし、知覚したときには自分でタグ付けして、表彰を体験してるわけです。だから他者っていうのは実は、見えない。見えないものなんです。だから心理学とか精神分析では結局はそれを扱わない。あまり扱わない傾向にあるんですね。で、そのことでちょっとお話しします。精神分析における他者。実は私たちが精神分析とか診療法などで扱う他者は、結局は心の中の他者イメージのことですね。で、精神分析では対象という言い方をしますけども、対象イコール内的対象。対象っていうのは内的対象。オブジェクトなわけなんですけども、それは心の中の対象という意味です。だから実際の母親でなくて、まぶたの母を扱っているわけですね。例えば A さんという他者のことを考えると、私たちは A さんのことを分かったつもり、ああ、A さんねっていうふうに分かったつもりでも、実はそれは私たちが心の中で描いている A さん像、イメージであって、現実の他者としての A さんではないわけですね。というか、厳密に言えば A さんのことを知っていると思った時点ですでに、現実の他者ではなくなって、で内的対象になっていくわけです。私たちが馴染み深い、学科に、政治分析で、非常に、馴染み深い学科に対象関係論というのがあります。で、そこで例えば、カンバーグはスプリッティングの規制なのかを、解説というかそういう概念化をしていますけども、ボーダーライン申請などを説明するときに、患者さんが例えば良い対象像と悪い対象像の間のスプリッティングを起こしている。ですから、健全な対象関係を持つためには、その対象イメージがグッドとバッドにスプリッティングされていずに統合されているべきであるというような言い方をするわけですね。で、同じことは例えば自己対象、自己像、自己イメージについても言えて、グッドな自己イメージとバッドな自己イメージが統合された、すごく良くもすごく悪くもない灰色の自己像が持ってるっていうことは、我々の、健康度、精神的な健康度を表しているということになるんだけども、今言ったような話っていうのは、言葉を解く内的対象の話であって、他者ではないんですね。で、そこで、その関係をちょっと図に表すとですね、で、これが緑は私たちで、で、他者。ところが、他者に対して、関わりを持っていると、思っていても、実は、頭の中で思い浮かべている内的対象と関係を持っているに過ぎない。で、で、この、じゃあ他者を、これ急にモザイクになりましたけども、これもうちょっとゆっくりモザイクにするつもり。はい。なかなかリハーサル通りにはいかないんですけども、
他者っていうのは見えないっていうか、モザイクがかかってる状態になってしまうというわけですね。ですから、結局対象関係論で扱うっていうのは現実の他者ではない。よし。で、対象関係論が、結局は、対象イメージについて、要するに、他者と関係しているつもりでも、自分の中で思い描いているあの人と関わりを持っているに過ぎなくて、他者というか、まあ、他人もまた自分に対して同じような、関わりを持っているに過ぎないという。だから、正式に書くと、やっぱりモザイクになっちゃう。まあ、でもモザイクでも見えてるわけですからね。その上で純粋な他者とは言えないかもしれない。ちょっとややこしい話。で、精神分析の世界では、この他者のものについてかなり早期から扱った分析家がいました。で、それがドナルド・ウィニコットでした。で、私が他者の問題の面白さに気がついたのはこのウィニコットのおかげなんですね。で、対象関係論はメラニー・クラインによって進められた、議論ですけども、結局は内的対象について扱っていて、外部の他者について扱っていない。これは良くないんじゃないかという、そういう警鐘を鳴らしたのがウィニコットです。で、ウィニコットは、よいしょ。1968年の11月に、ニューヨーク精神分析学会で、おずおずと発表したんですね。それは対象との関わりが2種類あるんだというふうに言った。The use of an object 対象を用いることという題の論文で、区別を行ったわけです。で、対象と関係すること。対象を使用すること。The use of the object。使用って何か物扱いしてるみたいな雰囲気があるんですけども、それにちょっと、近いようなことを言ってるんです。要するに、私たちが対象と関係してるっていうときに、実際は、内的対象として関わっているに過ぎない。それは精神物質的な言葉を使うと、投影の産物である。あるいは転移の産物であると言ってもいいでしょう。つまり、現実の A さんと関わっているつもりでも、心の中の A さんイメージと戯れている。で、実は、その A さんもまた、私たちに対してそうしている。でも、他者との関係っていうのは、それ以上に広がっていくんだ。それは現実の他者との関わりだ。で、それが、彼が対象を使用することに、この use of the self っていう言い方がすごくわかりにくいと思うんですね。でも彼が言いたかったのは主体的な現象の内側で、会うことが関係することだとしたら主体的な現象の外側に対象を置くことという言い方をしたわけです。このニュアンスをお伝えできればと思うんですけども、おそらくウィニコットの話あまりにもその時代を先取りしていたということがあって、で、1968年のその学会でのニューヨークの聴衆は、全然反応してくれなかったということで、ウィニコットは非常に落ち込んだというふうに言われています。で、ウィニコットはこの時にすでに心不全に加えて、肺水症を患っていたわけで、それから2年後にウィニコットは亡くなったわけですけども、この当時のウィニコットの講演に対するニューヨークの人々の反応が、ダメージになったんではないかなというふうに言われている。2年後に亡くなったんですよね。このウィニコットの考え方は、一種のポストモダニズム的な考え方であって、一種の不可知論というふうに言うことができるでしょう。つまり現実にいる他者は究極的に分かり得ない、想像を超えた存在であるということです。この議論はカントのもの自体、の議論と似ています。つまり他者は現実の一部であり、それは接近しようがないというわけです。その接近しようがない他者に関しても我々は論じていかなくちゃいけないというわけですね。で、このウィニコットの議論は最近ではジェシカ・ベンジャミンなどの主観性の議論に、つながっていきます。
ですから、精神分析で他者となると、主観性、他の主観として目の前に存在するものというような、考え方になるんです。で、次が私のお話の最後の部分ですね。で、どうして、じゃあ他者の議論がこんなに必要なのか、どうすかとも私が思っているのはどうしてかということです。で、まあ、結論から言えば、それは私たちが生きていく上で、他者を絶対に必要としているのは、私たちは他者から承認されないと、精神的な意味で生きていけないからなわけです。で、コフート的な言い方では、自己対処機能を発揮する人をどうしても必要としているというわけですね。もちろん生物学的にはそれなしでも生きていけるかもしれないんだけども、他者に承認されないととても寂しくて、絶望的な、孤独に耐えなくてはいけないわけです。ですから内的対象、例えばまぶたの母親、まぶたの母からの承認も必要だけども、現実の他者からの承認がより必要になってくる。ただしそのことに私たちはあまり気がついていないと感じ。で、生物としての私たちを、が他者を必要としていることについては、典型的な発達を遂げている子供を見ればわかる。で、幼少時、皆さんもそうだと思うんですけども、すでに私たちは、お母さんという他者に見られて、で、その存在を肯定されることで、その自己を形成していったということがあります。ですから、お母さん、他者であるお母さんに見てもらうということは、非常に重要だったわけで、で、それが愛着の形成につながって、その人の心の基礎部分を作り上げるというふうに言えるわけです。だったら私たちは他者としてお母さんだけを必要としていることになるんだろうか。ところがそうではないことは皆さんよくご存知なわけで、で、私たちの多くは成長するにつれて母親の目を疎ましく思うようになるんですね。で、あれほどいつも見て欲しかったというふうに思っていた母親をむしろ遠ざけたくなる。で、私たちが本当に存在を認めて欲しい人は、母親とは明らかに違う種類の人たちに移っていくわけで、例えば友達とか先生とか、恋人とかになっていくわけですね。私は、しばしば患者さんが言った言葉に、ショックを受けるんだけども、最近、この言葉を言った方がいらして、ちょっと感銘に近い、気持ちを味わいました。で、その方は、まあ、DID の方なんですけども、いくつかの人格があるということを母親に絶対知られたくないっていうんですね。で、どうしてかというふうに聞くと、まあ、これは、その方が言ったことを一字一句、ここで書いてるわけではなくて、それなりに意訳したものなんですけども、もし私がいくつかの人格を持っていることを、母親が知ったら、で、母親が私のことを分かったつもりになってしまう。絶対それは嫌だ。母親に分かられたくない。つまり、お母さんはむしろ見てほしくない。分かってほしくない。分かられてたまるかみたいな存在になっているんですけどもね。で、これは、私も同じような体験したんですね。私は、の母は、10年前に亡くなりましたけども、まあ、出身期以降は母親の目に触れるのはすごく嫌なんですね。で、私の母は、私が小さい頃は、作文を書いて持っていくと仕事の手を止めて読んで大きな丸をつけてくれたんですね。で、それで私は書くという作業の楽しさを知ったということはあったわけです。ただし私が、一人暮らしをする、要するに大学に入ってからは、母親の目にさらされるのは、この上なく不快だったことを思っている。ただ、今、先ほど紹介したクライアントさんの場合には、事情はおそらくもっともっと複雑で深刻なんですね。それによれば、おそらく彼女の言葉から想像するに、親が自分のことを知るということは、その親にさらに誤解されて、さらに支配されることに意味している。
というわけです。で、どうして我々母親に、まあ別に父親でもいいんですけども、小さい頃お世話になった両親にこれ以上知られたくないかっていうふうに思うのかっていうことをずっとこの3ヶ月間、今日のお話に向けて考えてたんですね。で、一応一つの結論に出したんだけども、それは母親は結局は私たちにとっては決して他者にはなれないという。で、もちろん母親にとっても私たちは決して他者にはなれないというんですね。どういうことかというと、例えば私にとっての母親っていうのは、うちの息子はこうあるべきだ、私はケンイチです、ケンちゃんはこうあるべきだという強烈なイメージを常に持ち続けて、非常に強い期待をかけていた人なわけです。で、私の人生はある意味では、その期待に応えるべく、頑張ってきたっていう、それに、エネルギーを使う人生を送ってきたとも言えるでしょう。要するに、支配されてきたんですね。で、母親は例えば、さっき言ったように期待をするっていうことで、私はどこかに期待に応えなくてはいけないという気持ちがあって、そういう形で、支配してきて、だから母親は支配して、期待して、あるいはすぐイライラするというところを持っていたので、そういうところもあって、で、いろんな私、お母さんってこうだよね、母親ってこうだよねっていうイメージがたくさんあって、それを全部投影しているから、だから、私の母親は決して他者になれないんですね。で、私が手がつけられないほどに、私からの意味付けでコテコテになってる、内的対象像なわけですね。おそらく母親にとっての私は、同じことが起きている。つまり、あの小さくて頼りないケンちゃんがたまたま成長して、なんかわけのわからない本を書いている。けれども、ちっちゃいあの子だよね、本質は、というふうに思ってるわけですね。で、これ精神物質的に言うと、一種の転移感情だけで、私も母親に対して転移感情。で、母親も私に転移感情を向けながら、つまりこんな人だよねって思って、それを向け合いながら、決してそれを取り除くことができずに、関係が、続いて、まあ今でも、やっぱり私の母親ってのは、私のコロナ禍にいる母親としてずっと残っている。で、そういうのはお母さん、母親っていうのは、私のことを伝えても、もっと大きく誤解する。あなたはこうなのねっていうふうに、思うことでもっと大きく誤解してしまうわけ。つかの私は誤解されるというのも。そうすると、私はそれに付き合わなくちゃいけないかもしれない。つまり他者として理解してくれる人としての親の賞味期限は、まあ、愛着が終えた時点でもう終了しているんではないか。ですから私は多くの患者さんに申し上げるんだけども、私たちが親と本当に理解し合うっていうのは、ものすごく大変なことだし、その努力の多くは無駄になってしまう。でもそれは親子の宿命なんですよ、というようなことを言います。で、そして私たちが承認を求めて向かうのはおそらく恋愛対象。で、友達が、私たちが人に恋するっていうのは相手を知らないから、相手が他者だからっていうことは間違いなく言えるでしょう。で、恋愛対象である他者は、でもブランクスクリーンのようになっていなくて、最初はブランクスクリーンになっていて、私たちは早速いろんなイメージを投影して、例えばあの人穏やかな人、あるいは力強く男らしい人とか、気前がいい人、みたいに。で、最終的に私たちは本当にお互いのことを最も理解し合っているよね、みたいに思うんですよね。まあでも、恋人の他者としての賞味期限は意外と短いこと。人によっては3ヶ月。人によっては3、なぜか3がつくんですけども、その恋愛感情は冷めて、で、穏やかさに見えたものは優柔不断さであって、力強さは乱暴さであって、気前の良さは浪費癖だったりするとしよう。で、相手の対象イメージは今度は優柔不断で乱暴で金遣いの荒い人として、心の中に定着していくわけですね。もちろんそれはその他者が
実際に暴力的だったり、浪費癖があったりするのが実像というふうに言ってるわけではないんだけども、ただ他者は真っ白なスクリーンではもはやなくて、もっとゴツゴツした、表面がザラザラだったり、ゴツゴツしていて、いろんな色とか匂いがしてて、とても最初の真っ白なスクリーンとは程遠い存在であったということに気がつくんです。で、長く暮らせば暮らすほど相手がますますわからなくなってきて、いわゆるカサンドラ症候群の女性がよく言うんですね。これもすごく感銘を受ける言葉なんだけども、結婚して30年経つんだけども、最近夫のことがますますわからなくなってきて、一体どうしてあんな趣味を持って、あんな感じ方をして、あんな変な癖を持ってるのか、本当にわからなくなってきた。ですから興味深いことに私たちは多くの場合、結婚して相手が他者であることがわかるのに、何十年もかかるわけですね。この中に45分話しましたね。最後に、まあ、治療者として備えるべき他者性とは何かについてお話しします。まあ、結論部分みたいなところですけども、クライアントが私たちに内的なイメージをある程度持つことは、まあ、普通なわけです。ですから、クライアントは私たちの他者とはなかなか見てくれない。まあ、それを精神分析だ転移と呼ぶわけですね。で、私たちが患者さんに対して内的なイメージを持つことも当然あって、それが、まあ、逆転移というわけです。で、そのことを自分で理解して、患者さんを逆転移の外に置く努力というのは、患者さんを他者として扱うというわけです。で、その上でできることは何かといえば、相手は理解し得ない存在なんだということを少なくともお互いに認め合うことではないかというふうに思うんです。まあ、それは言い方を変えれば、相手にあまり期待をしないということでしょうか。ウニコト的に言えば、対象を用いるというメンタリティに少し近づくということだと思います。でも治療者は他者性を帯びているからこそ距離を置いて客観的に見守ることができると思うし、その治療者に支配されることなく自分の実性を歩むことがクライアントさんはできる。精神分析の世界で治療構造とか治療者の受け身性、匿名性ということをよく言いますけども、まあ、この受け身性、匿名性というのは私は実は苦手としている概念ですけども、実はこれらの概念は少なくとも治療者の有すべき他者性を担保するための一つの原則ということができるんではないでしょうか。というふうになるんですが、ちょっと短かったかもしれないです。45分ぐらい。それでですね、ウェビナーということで質問コーナーっていうのもないんですけども、ないっていうか、このチャットに4名が出てるっていうのは質問かもしれませんけど、実は、今朝ですね、見た夢の中で、誰かが言ったんですね。他者、私の中の他者がいくつか質問したんですね。で、その質問は素晴らしいと思ったんです。ですから、QA コーナーをちょっと少し、2、3個やらせていただきます。半分自作自演ですけども、一つの質問として私が、受けるであろうことで、岡野先生は他者と出会えというふうに言うんだけども、あるいは人の他者性を認めようというんだけども、本当にそんなことできるんですか。先生は他者は見えないって言ったじゃないですか。見えない他者をどういうふうに扱うんですか。で、これは大変いい質問で、痛いところ疲れたなと私は思うんですけどね。っていうのも私の今日のお話は結構分かりやすくするために重要な部分をはしょっていたんですね。そこを指摘されるとは思わなかったんですけども、お答えしますと、他人を他者として尊重せよと言っても、純粋な他者は見えないから扱いはないわけですね。物自体がそうなんです。でも他者は確かにそこにあって、私たちは何かを感じていることができる。目に映ってきたらそれは例えば眩しいと感じたりとか、見にくいと感じたりとか、触ったらゴツゴツしてるとかいう感じがするんでしょうね。ですから私たちが五感で何かを感じるとき、私たちは
他者と出会っているんだけど、すでに対象化しているということになります。これが非常に大きいなって、大きい苦しい点があるかもしれないんですけども、こういうふうに一般化してお話をしないと、あまり学術的な意味合いが、この話になくなってしまうので言いますと、他人というのは、その内と、他者というのは内的対象像として取り込むことなしには、体験として成立しない。だから他人と言いましょう。他人と関わるとき、それは対象化される部分と、それ以外の見えない部分、つまり純粋な他者としての部分の両方を持っている。ですから、私たちが他人を他者として扱いましょうというときには、私たちはあの人はこんな人だよねというふうに思い込むことで、分かった気にならないようにしましょうということです。例えば母親が自分の子供と私の可愛い丸々ちゃんでいつまでもいてくださいと、私たちが年取ったら面倒見てねという代わりに、やがて成長して理解しがたい存在になったときに、そして自分を見捨てて、外の世界に行くときに、そのわからなさに敬意を払う、要するに他者として扱うという部分が必要になってくるというわけです。で、その弁証法という言葉を使うんだったら、内的対象としての側面と、純粋の他者としての側面に弁証法が成り立つわけですね。で、常に行ったり来たりをしているわけで、それがどちらか極端に偏ると問題が起きるわけで、他者性が極端になると、それは、見知らぬ、不気味な存在として、見えてしまって、パラノイアになってしまって、それは病的状態と言えるでしょう。だから、他者のことが見えないときに私たちは大抵被害妄想的になるのはそういうことですね。でも内的対象のイメージに偏ってしまうと、他人を決めつけ、支配する関係になりかねないというわけです。もう一つ質問を受けましょう。というか、私が夢で見た、中で質問した人がいたので、先生は精神分析の専門家ということになっていますが、そういうことになっています。はい。ウィニコット以外に精神分析で他者について論じた人はいますか？ちょうどね、たまたま私がスライドを用意していたんですよ。他者の不可知性に関連した理論として、思いついたものをいくつか挙げていました。ジェシカ・ベンジャミンの監視感染の議論。ピーター・フォナギ、メンタライゼーションのピーター・フォナギの分かってないナットノーイング。患者に対してナットノーイングの姿勢を保ちましょう。ウィルフレッド・ビヨン。私は、詳しいことは全く知りませんけども、不可知性、ナットノーイングということ。ベルモート先生は何年か前にいらっしゃいましたけれども、彼も不可知なもの、アンノーアボというふうに、おっしゃってました。ラカンの議論の大文字の他者、ラージエと、小文字の他者、スモールエっていう言い方がありましたけども、この大文字の他者はおそらく、私が今日話している他者。こっちは内的対象に若干近いかなと思うことが、ありますね。そんなところでしょうか。もうちょこっと、質問に答えます。はい。先生は自己も他者性を持ってるって言いましたけども、どういうことなんですか？そうなんですね。で、自己は他者である。自己というのは、本当はその素性がわからない。だから、おそらくね、皆さんは自分はこういう人なんだ。自分は何なんだろうって考えると、どんどん分かって、わからなくなっていってしまう。ちょっとこれが消して。自分は〇〇だというふうに思って言うとしたら、それは実は対象化されてしまったわけですからね。だから、どんどん、分からなくなっていて当然であり、それは私たち自身が他者なわけです。
ただ、この話をこうやってしていくと、皆さんも何のことがわからない。前半はちょっと話は分かったんだけども、よくわからなくなってきたみたいに、おっしゃいました。言われるかもしれないんで、この辺でやめておこうかなと、はい、ちょうど頃合いとしていいかもしれません。はい、では、今度こそご清聴ありがとうございました。すいません。あ、先生ありがとうございました。岡野先生、ご質問がちょっと続々と来てるんですけど。あ、そうなんですか。はい。精神分析はトラウマ仕立てと言われています。ご説明を。ありがとうございます。精神分析はトラウマ仕立てではないです。残念ながら。でも、精神分析をトラウマ仕立てにしていく努力が必要でしょう。というのは、フロイトは精神分析のに始まる前に、性的な外傷を持った人たちが、乖離的な症状を起こすという考えを持っていたんだけども、そのうちそれがファンタジーであるというふうに変わっていったということがあって、トラウマ仕立てになっていないという、少なくとも私の考え方はそうです。そうすると、夢の中に暴力的な人が出てきたら、それはあなたの一部になってしまう。あなたの一部でしょうということに、やっぱどうしてもなっている。ただ、その精神分析の量に、その乖離を入れた場合には、トラウマ仕立てになるでしょう。ただし、精神分析はフルドがそこまで乖離の概念を拒否したということは、これから入ることができるんであろうかということがあります。大変いい質問ありがとうございました。A と B の内的対象同士は無理のない理想同士であり続けた場合、長期的関係を築くことが可能かと思われますが、そうですよね。で、無理ない対象関係で、無理がない対象関係性であるとしたら、無理を許すところがあるでしょ？無理を許すっていうのは相手を他者として認めることですよ。要するに、あなたはキッチンをこういうふうに使ってちょうだいねっていうふうに思って、自分がキッチンを台無しにしたら、どうしてあなたはキッチンをちゃんと使えないのっていうふうに言われて、で、いや、無理なんだって言ったときに、もう想像しがたい、あなたはなんて人間なのっていうふうに他者像になるじゃないですか。それを受け入れて、一緒にやっていくっていうことは、他者像をそこに想定して、自分の期待のを外れる他者を受け入れるっていうことになる。っていうことは、結局は他者性を受け入れる関係が理想的な関係で、で私は、基本的には、二人仲良く暮らしていく夫婦、パートナーとしてのたくさん見てきてるわけですね。で、その一つの特徴は、相手にあまり期待しないというか、相手がダメだなっていうところを目をつぶってあげるっていうことをお互いにやるっていうことだと思うんです。それによって理想的な関係って生まれるんではないかなっていうふうに思います。それと、暴力を、待って。新しいの来ちゃった。暴力を振るわれることは内的対象化されません。加害者の恐怖はそこから来るんでしょうか？なるほど。そうですね。つまり、他者性を帯びている以上、すなわち、内的、要するに心の中でそれをプロセスできない以上、その記憶はその外部性とか他者性を常に抱き続けるので、フラッシュバックをし続けるんでしょう。というふうに考えることができるかもしれない。だから、乖離されているものはその意識にとって他者性を帯びているということができるでしょう。それが最初の私のお話と、一致することになると思う。これは素晴らしい質問でしたね。その次。他者性と責任問いなさとは深い関係があるように思いました。だとすると、サイコパスの場合、反社会的な方など、加害性の強い方において、その他者性、責任の問えなさを臨床とどういうふうに扱ったら良いとお考えになりますか。これはだから、最大の問題になりますね。つまり、
サイコパスが脳の病だとした場合、そしてサイコパスの方の場合に、方の場合って言っていいのか分からないけど、脳に基質的な異常がある方が実は多いことが分かっている。そうすると、サイコパスも実は脳の基質的な異常の犠牲者かもしれない。となると、我々は純粋なら悪みたいなものを想定できなくなってしまって、それぞれがそれぞれの事情でこういうことをやってるんだって、ある意味では自分の脳におけるサイコパス性の犠牲者なんだ。サイコパスの人たちは犠牲者なんだっていう概念が成り立ってしまう。これは収拾のつかない問題になります。で、これは私は答えはわからないです。っていうか、こういう謎が常にそうなんです。先生に質問です。自分とは一体何なのでしょうか？どこからどこまでが自分なのでしょうか？これは、先ほど言ったように、わからないです。ただしですよ。さっき言ったじゃないですか。自分としてタグ付けられているもの以外は他者である。だから、私たちは、これが自分だっていう感覚を自然に本当は持つことができて、それが自分なんです。ですから、自分とは何かってことは、実は頭で考えてはわからなくても、生活している上で自分っていうのはわかっている、いるわけです。例えば動物だって自分をわかっていて、若い、鹿だったら、どの辺走れるとかいうことも全部わかってて、年取ってくると、もう動けないということもわかってくる。それは自分が何なのかっていうことを、脳のレベルで、分かってるっていうことと言えるんじゃないでしょうか。ご質問は、あれ、もう一つあったような気がするんですけどね。野田先生、あれ？質問コーナー、チャットの隣の質問の方に、大丈夫に来てるの？質問。Q&A、Q&A ありました。私は、はい、ちょっとこれをどうしても答えたいですね。よいしょ。私は DID ですが、抗体人格は抗体人格として認められてきたので、抗体人格を受け止めない治療者がいることに驚きました。なぜそうした対応は取られるんでしょうか？はい、ありがとうございます。これはね、当事者の方に言ってもらって初めて意味があるわけです。抗体人格が受け止めない治療者がいることに驚いた。それは、信じられないっていうか、想像ができないからじゃないでしょうか。で、我々は、頭で理解することができないものを、視覚をするんですよ。ないことにしちゃうんです。そうすると、DID の方を、抗体人格さんを認めませんよっていうことは、例えばね、職場で鬱になっても上司は俺は鬱を認めないみたいな人がいるのと同じように、まあ、いわば想像力の欠如と言えるんではないでしょうかね。ただ、私は最近考えてるんだけども、回生同一性障害でなかなか理解をしていただけない一つの理由は、その回生同一性障害という状態そのものに内在していて、だからこんなに歴史が古く、ずっと昔から存在することが分かっていた状態に対して、今でもその存在を認めない、あるいは本当の病気であって、ほとんどが演技であるみたいな考えを持つ人が未だに存在するという、そのことについて、わからない。問いただしていきたいと思います。最後に、教育する側とされる側の他者性について、ですからこれは今日お話した通り、お互いに健全な期待をしても、それを過ぎたら、もう旅立っていく人間と考えるでしょう。周波離ってあるじゃないですか。周波あたりで、お弟子さんの姿はもう消えかかってるんです。で、リーでもって、お弟子さんの姿はもう、本当は目の前から消えているんだけども、あんだけ世話を焼いたあのお弟子さんが、なんで自分と違うことを言い出したんだ、みたいになってしまうのは、教育者としては、寂しい。
ことでしょうね。ただもちろん我々が人に期待するっていうのは決して逃れることができない宿命かもしれませんけども、でも過剰な期待をしない。で、他者を他者として認める。それは自分が計り知れない存在に対して敬意を表すということだと思います。はい。ということで、こんな感じで質問していただいて本当にありがとうございました。